いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。みなさんこんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。それでは早速始めましょう。なあ、霊夢。なあに？マリサ。結局のところ、ザナドウとファザナドウ、どっちが面白いんだ？その質問はナンセンスね。ザナドウとファザナドウは、全くの別ゲー、比べることに意味なんてないわ。まあ、タイトルにザナドウなんてついてるから、比べたくもなるんだけどね。ウプ主曰く、ザナドウとついていなければ、買わなかったかもしれない。でも、ザナドウとついていなければ、もっと評価は高かったかもしれない。だそうよ。これじゃないってだけで、第一印象は悪くなるもんな。まあ、私は、ウプ主がザナドウを、きちんとプレイしてるところを見たことないし、先入観なしに遊ぶことにするんだぜ。ウプ主自身、ザナドウを遊んだのは、ファザナドウが発売されてから何年も後のことだったから、馴染むまで早かったみたいだしね。さて、まず、ここで指輪をもらって、で、その後、王様に会いに行けばよかったんだよな。うん、支度金がもらえるからね。この主人公、最初は何にも武器を持っていないから、支度金をもらわないと、稼ぐことすらできないのよね。旅に出ていたのに、武器を持ってないってことは、よその国は、結構平和なんだろうな。でしょうね。それにこの国だって、少なくとも、主人公が旅に出る前は平和だったみたいだし、今の状況が特殊ってことね。むむむ？今のトゲトゲがドワーフ？なんか、イメージと違うんだけど。ドワーフって言ったら、もっとこう、ずんぐりむっくりで、ヒゲが生えてて。こんな感じ？そうそう、一体どういうことなんだ？その辺は、後で説明するわね。とりあえず、お話を聞きましょ。大変なことになってるみたいだな。水がなくなったら、行ってはいられないもん。ドワーフの侵略に加えて水不足。なんていうか、生々しい危機感があるわよね。うん、ドワーフの部分を他に置き換えたら、現実にありそうな話なんだぜ。さて、支度金がもらえたわけだけど。まず、装備を整えたら、コントローラーをちょっと私に貸してもらえる？うん。まあ、いいけど。何かあるのか？まあねー。とりあえずはいろいろ買っちゃってよ。エリクサー以外でね。え？エリクサー、ダメなのか？縛りプレイじゃないよな。いいからいいから。とりあえずは、鍵と装備、回復薬あたりが妥当なところかしらね。むう、何か企んでそうだな。でも、プレイの邪魔になるようなことするはずないし。ここは、言う通りにしておくか。そうそう、心配しなくても大丈夫よ。鍵は2個でいいんだよな。余分に持っても、邪魔になるだけだからね。じゃあ、装備を整えるんだぜ。ケチらずに、バンバン買っちゃっていいわよ。はは、言われなくてもそのつもりなんだぜ。安全第一で行きたいからな。さっきの鍵屋さんもだけど、このおじさん、なんだか絵的に濃いわよね。確かに。やたらと目をパチクリさせてるし、印象深い気がするな。じゃ、ちょっと借りるわね。はい、どうぞ。え？ちょ、何してんだよ霊夢。死んじゃったじゃないか。安全第一って言ったのに、ひどいよ。悔やんではいけません。祈りの言葉を思い出しなさい。なんだよそれ。もう、わけがわ。わかった。これがデスベホマってやつだな。体力少なくて、心配だったんだよ。いやー、霊夢は賢いなー。ふふ、まだよ。さらに王様に会いに行くわ。あれ？王様、さっきと同じこと言ってるけど。って、なんだこれ、もう一度もらえるのかよ。というわけで、今度はエリクサー買っちゃっていいわよ。なんて恐ろしい。そう？このゲームでは、基本だと思うんだけど、序盤が楽になるからいいけどね。あっと、買い物のシーンはカットさせてもらうわね。それじゃあ、買ったものを装備して、いよいよ冒険に出かけるわけだけど、ここで、この動画の方針についてお話しさせてもらうわね。まず、基本的に買い物のシーンはカット。次に、このゲームの特性上、稼ぎを入れる必要があるんだけど、そういう部分は、動画外でやることにしました。また、
その際、パスワードも有効利用させてもらいます。有効利用？パスワードを使う場合、経験値やお金は、パスワードを取る前の状態に関係なく、現在のレベルに合わせたものに変化するのよ。これは、死んだ場合も同じだけどね。そして、最後に、町の人の話なんかは、必要なものを除いてスルーさせてもらいます。それって大丈夫なのか？本当は、ちゃんと聞きたいんだけどね。でも、それをやると、動画の尺が長くなっちゃうのよ。ただでさえ画質に不安があるのに、これ以上長くなったら、視聴者の皆さんが許してくれても、うつ主がへこむからなぁ。仕方ないか。さて、それじゃあさっきのマリサの疑問についてだけど、ドワーフについてだったな。話をスルーしちゃう関係で言っちゃうけど、このドワーフたち、おそらく本来の姿じゃないと思うわ。ある事情があって、姿を変えられてしまったのよ。何それ怖い。はっきりと、そう言及されてるキャラクターは一人だけだけど、多分、間違いないわ。姿を変えられて、望まぬ戦争をしてるってわけか。悲惨な話だな。でも、同情はするけど、戦わないわけにいかないんだぜ。諸悪の根源を叩くことは、ドワーフたちの解放にもつながると思うわよ。そのためにも、頑張らなきゃね。ああ、そうだな。確かこの先に塔があるんだよな。うん。そこでマトックを手に入れるのが、最初の目的ね。マトックって、ツルハシのことだよな。それくらい、お店に置いてありそうなもんだけどな。使ってみれば、わかると思うわよ。まあ、何にせよ、取りに行くしかないんだけどね。あ、いや、文句を言ったつもりじゃなかったんだ。ちょっと、疑問に思っただけで。私も、言い方がきつかったわ。ごめんね、マリサ。私が変なこと言ったのが悪いのに、霊夢は優しいんだぜ。ほらほら、そんなことより、先に進みましょ。そうだった。勢いをつければ、これくらいのジャンプなんともないんだぜ。助走をつけるってのが、結構重要なのよね。露骨に飛距離が変わるからな。助走距離が長いってのが、悩みの種だけどね。まあ、レベルが上がれば、改善されるみたいだけど。そうなのか、それは楽しみだな。まだ先の話だし、徐々にだから、はっきりと実感できるか、保証できないわよ。そっか。随分慎重なのね。だって、ほら、こんなところで落ちてたら、ギリジャンに定評のあるマリサって、言ってもらえないだろ？いやいや、この時点で、そう呼ばれるのは諦めた方がいいと思うわ。そうなのか？そんな風に呼ばれなくたっていいじゃない。不細工でも、頑張ってクリアすることが、正義なんだと思うの。うお、でかいのが出てきた。こいつを倒せば、マトックが手に入るんだな。うん、頑張って。と言っても、この足場の上から魔法を打つだけの、簡単なお仕事だけどね。拍子抜けだな。今回は、足場があるから楽だっただけで、普通に戦うとかなりの強敵よ。武器も魔法も鎧も貧弱な状態で、真っ向勝負にならないための、スタッフの思いやりね。それじゃ、来た道を戻るだけだから加速するね。ミュージック、スタート。ミュージックって、なんだよこれ。高速スクロールって言ったらこれだろ？だそうよ。なんか、曲の割にスピード感ないんだが。2倍速じゃ甘かったかしらね。っていうか、画面切り替えタイプのゲームだし、シューティングの曲を当てるってのに、無理があったんじゃないか？まあ、とにかく、無事戻ってこれたんだからよしとしましょ。諦めないわよ。早速、マトックを使うんだぜ。おお、壁が一瞬で、これはすごい。ね、普通のツルハシじゃないでしょ？きっと、魔法の道具なのよ。わざわざ、ボスキャラが守ってるのも納得だな。その代わり、すぐに元に戻っちゃうのよね。まあ、戦いに決着がつくその日まで、戻ってくるつもりもないから、気にしないで進みましょ。ちょっと、体力が不安だな。一応、回復薬を装備しとくか。ケチしたって意味ないもの、常備しとくぐらいでちょうどいいと思うわよ。ここは腕の見せ所、必殺、マリサジャンプ。あらあら、落ちちゃったわね。
ブッスし。何かの歌であったじゃない、勝つと思うな、思えば負けよって。かっこいいとこ見せようなんて思うと、大体失敗するものなのよ。だから、ね、気楽にやりましょ。うん、ぐすん。ほら、涙を拭いて。目的の街は、もうすぐ目の前、どうやらたどり着けそうなんだから。それで十分よ。回復アイテムを落とす敵が多くて、それに助けられた感じ。何の食べ物かよくわからないのが、ちょっとあれだけど。なんとなく、乾燥干し肉ってイメージがあるんだけど、実際はどうなのかしらね。じゃあ、私もそう思うことにするよ。得体の知れない何かだと、ちょっと抵抗あるからね。と、言ったところで今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。というわけで、前回からの続き、始めましょう。新しい装備、買っといてくれたんだな。霊夢、ありがとう。どういたしまして。やば、鍵買い忘れてる。ごめんね、マリサ。いいよいいよ。そもそも、鍵を使うところへは、2番目に行く予定だっただろ？帰ってきたら買えば済む話じゃないか。ありがとう。そう言ってもらえると助かるわ。ウィングブーツで登っていくだけだから、簡単だよな。さっさと済ませちまおうぜ。場所を知ってるからね。初見の時、いっつもウィングブーツを無駄にしたって、ウプ主が言ってたわ。あやや。場所教えといてもらってよかったな。うん。それじゃ、早速空の旅とシャレ込みましょ。時間制限付きだから、のんびりできないのが残念なんだぜ。目的地を目の前にして、降下終了、そのまま落っこちたりしたら、悲しすぎるもんね。ははは、そんな漫画みたいなこと。実はなんだけどね、ズコウ。ちょ、そんな昭和なリアクションしなくていいから。ごめんごめん。そっか、実はか、そりゃ悲しいな。あれ？おじいさん、どうしたのかしら？寝てたのかよ。でも、水に毒が入ってたなんて、怖いわねー。収まったみたいだし、このおじいさんの対応が早かったからよかったけど、一歩間違えば、大惨事だったんだぜ。話の途中で寝ちゃうような人の割に、いい仕事してるわね。もしかして、この泉を見張ってたから、寝不足だったのかな？そうかも。毒が消えないうちに、泉を戻されたら大変だからね。さて、それじゃあ、一旦町に戻って、必要なものを買い揃えましょ。簡単なお仕事だと思ったのに、結構体力やばいな。危ないと思ったら、回復使っちゃってね。うん。でも、もう少し減ってからね。ケチっても意味ないって、言ってるのに。わかったよ。ケチった結果がこれかよってなるのも嫌だしね。まあ、体力全開の薬だから、気持ちはわかるわ。ふう、忠告に従ってよかった。あのまま進んでたら今頃。おお、怖い怖い。ノーダメージで進むのは、相当難しいゲームだもの。臆病なくらいでちょうどいいわ。いやー、頭じゃわかってるんだけどなー。でも、霊夢が隣にいてくれて助かるよ。本当に？よかった。ああいうこと言うとき、煙たがられるんじゃないかって、心配だったのよ。そんなこと、あるわけないじゃないか。霊夢は、私が失敗しないように、言ってくれてるんだって、ちゃんとわかってるんだぜ。ただ、テンパってると、すぐに行動に移れなかったりするけどさ。いいのよ。煙たがられてないってだけで、嬉しいわ。さあ、頑張っていきましょ。これから挑むフォートリスの塔は、やることが多くて、ほぼ全域を歩かなきゃならないから。もしかすると、移動距離という意味では、ゲーム中最大かもしれないわ。心配だな。大丈夫、任せて。もし、ダメだったら、その時はチョキチョキっと、カットしてあげるわよ。それが嫌なんだってば。もう、わかってくれよ。まあまあ、回復薬を使い切るくらいの感じでいけば、なんとかなるんじゃない？そこそこ数あるからな。もっと買ってもよかったかもとは思うけど。今更悔やんでも仕方ないし、頑張ってみるんだぜ。あ、そうだマリサ。どうした？霊夢。今、回復アイテム取ったから思い出したけど、これ、パンじゃないか？ってコメントがあったのよ。ほうほう、それは興味深いな。
私たちは回復アイテムって呼んでるけど、本当はフードっていうのね。それで、ザナドウの方で、フードといえば、露骨にパンなのよ。おお、そりゃ、説得力あるなー。でしょ？それで気になったから、ちょっと拡大してみたのよ。これは、パンだ。上に、3本の切れ目が入ったパンだ。私やウプ主が、星肉だと思い込んでたのは、お店で売られてる食べ物がそうだったからなのね。でも、言われて、拡大してみたら、ものの見事にパンだった。長年の疑問が了解したって、ウプ主、喜んでたわ。よかったなぁ。うん。こんな風に教えてもらえるなんて思わなかったわ。今更だけど、ネットって不思議よね。あ、おじいさんがいる。話している間に結構進んでたんだな。まだ回復薬も使ってないし、いいペースね。だな。とはいえ、まだまだ序盤戦、安心できないんだぜ。あと2箇所、回らないといけないものね。うっはぁ、エリクサーが必要って、きっついな。背に腹は変えられないから、仕方ないけど。2箇所の目的地のうち、1つがエリクサー回収ポイントだから、少しの辛抱よ。またどこか。ほんと、ひどいことしやがる。っていうか、ドワーフだって水ぐらい飲むんじゃないの？大丈夫なのか？これは、私の勝手な想像なんだけど。なんだ？言ってみてよ。もしかすると、ガミラス星人みたいに、適度な量の毒が、健康のために必要なのかもしれないわね。攻撃を兼ねた、環境改造ってわけか。ありそうな話なんだぜ。まあ、ガミラス星人と違って、住む場所がなくなるから仕方なく、とかそういう話じゃないみたいだし。そもそも、元からそうだったとは思えないから、さっさとなんとかしなくちゃね。そうしないと、せっかく泉を元に戻しても、いつまた使えなくなるかわからないからな。と、随分体力減ってきちゃった。オイルの効果って、当てにならないところがあるからね。ダメージを受けなくなるはずが、盾で魔法を防いだ時に、なぜかダメージ受けちゃうのよ。オイルの効果で受け流せばいいものを、ついつい、盾で受け止めちゃってダメージを受ける、みたいな設定かもな。何にしたって、ないよりは絶対に助かるから、見かけたら使わせてもらうんだぜ。さて、第二の目的地。エリクサー回収ポイントは目前ね。危ないなぁ、あんな高いところから、岩を降らせてくるなんて。こっちから上がって、背中をツンツンしてあげましょう。絶対安全ってわけじゃないけれど、今後のことを考えると、一回は倒しときたいのよ。ここで大きなダメージを受けたって、エリクサーが無限湧きだから、それほど問題ないしね。それって、稼ぎ放題ってことか？お金と経験値に関してはそうね。エリクサーは1個しか持てないし、ウィングブーツは一度通うから出ない限り出現しないみたいだからね。ただ、個人的な意見として、ここで稼ぐ意義は少ないと思うの。パスワードでコンティニューすると、お金はレベルに合わせた値に変化するし、レベルだって、向きになって稼ぐようなものじゃないと思うわ。レベルを上げても、攻撃力や体力が増えるわけじゃないもんな。逆に言えば、それほど稼がなくても進めるゲームってことよ。このゲームの魅力の一つかもしれないな。まあ、稼ぎのあるゲームも嫌いじゃないけど。と、危ない危ない。重要な目的地を見落とすところだったんだぜ。道のり長くて、緊張が続いているもの、仕方ないわ。むしろ、私が言う前に気づくなんて、やるじゃない。そうか。はは、褒められちゃった。でも、早く進みたくて、焦っていたのは事実。もっと、気を引き締めていかないと。違うでしょ？マリサ、緊張が続いているからこそ、リラックスが必要なのよ。うわーん。それ、苦手なんだよ。気楽に行くのが大事って言われて、そうしようと努めてはいるんだけど、どうしても肩に力が入っちゃうんだよ。ごめん、マリサ。攻めるつもりじゃなかったのよ。プロのスポーツ選手だって、緊張しないのは難しいって言うから、言われて、すぐできるようなことじゃないってわかってる。ただ、なんだか疲れた顔してるから心配で。あやや。
疲れてるのは感じてたけど、顔に出ちゃってたか。私こそ、心配させてごめん。とにかく、目的地は目の前だし、ここを抜ければ休憩できるから、なるべく気楽にね。よーし、ちゃっちゃと済ませてやるんだぜ。だからー。って、マリサ。危ない。しまった。鍵を使った関係で、回復薬が外れていたのを忘れてた。あらら。うわーん。虎の子のエリクサーがー。なんで、こんなミスを、うわーん。もう、泣くことないじゃない。塔に行けば、いくらでも手に入るんだから。今回の録画が終わったら、私が回収しといてあげるわよ。ごめん、霊夢。ありがとう、ありがとう、ぐっすし。ふふ、困ったマリサね。二人で力を合わせてやってるんだから。これくらいやらせてちょうだい、ね。うん、ありがとう。でも、ほんと、失敗しちゃったなぁ。一瞬、スルーできるんじゃないかって思っちゃったんだよ。急がば回れってやつね。さあ、そしたら、街に戻ってパスワードを取りましょ。さすがに、ここで死んだりはしないもんな。失敗もあったけど、ここまで来れてよかった。と、言ったところで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。それじゃ、早速次のエリアに向かいましょう。ちょっとした難所だから、慎重にね。難所って、どういうことなんだ？先に行ってしまうと、次の街には境界がないのよ。それじゃあ、パスワードとかどうするんだよ。街から先の道中に、一応境界があるんだけど、今度は、他のお店がないの。だから、基本的には、さらに次の街を目指すってことになるかしらね。なるほど、それで難所か。境界でパスワードを取って、そこでコンティニューってのも、一つの方法だけど、動画にするって時に、それをやるのはさすがに、ねえ。同感だね。なーに、きっとなんとかなるよ。何しろ、持てるだけの回復薬は用意してきてるからな。そうね。道のり自体は短いし、いざとなればエリクサーもあるから、大丈夫よね。それにしても、なんとなく薄気味の悪いところだな。霧が深いせいか、ものすごく暗いし。そもそも、その霧が紫色っぽいのが毒々しいんだぜ。この国の異変は、ある時隕石が落ちて、それから始まったみたいなんだけど、このエリアに、その一つが落ちたらしいわ。それ以来、霧に包まれてるんですって。そして、ドワーフたちが用いている毒ってのが、どうも、その隕石由来のものらしいのよ。つまりは、毒霧ってことか？恐ろしいんだぜ。街の人たちが、普通に暮らしているところを見ると、すぐに健康被害が出るってほどじゃなさそうだけど、それでも、あんまり気分いいものじゃないのは確かよね。と、話は変わるけど、なになに？お金が足りなくて、サンダーの魔法が買えなかったわね。この近くで売ってる、デスの魔法もだけど、どうする？稼ぎ、入れておくか？このまま進みましょ。次の街の先で、新しい魔法が買えるし、なんだかんだ言って、今使っているデルージュの魔法は、結構優秀なのよ。一番最初の魔法なのにか？確かに、新しい魔法は攻撃力が強いけど、それ以上に、魔力の消費が激しいのよ。外した時の損失が小さく、ダメージ効率もいいってことか。そういうこと。中継ぎとしては十分な性能と言えるわ。むむ、小さい足場。やり直しは簡単だから、気楽にね。よし、うまくいったんだぜ。いやー、気楽にって言われても、やっぱり緊張しちゃったよ。さて、このエリアの境界だけど、スルーでいいかしら？いいけど。真ん中の扉が境界なんだけど、境界から出るときに、攻撃を食らいやすいのよ。回復のお店がない以上、そして、パスワード利用の回復を行わない以上、危険が増えるだけだから、スルーした方がいいと思うの。ほとんど罠じゃないか。先に言ってくれてよかったよ。死んだ時に、パスワードで再会っていうのなら、無意味でもないんだけど、さっきも言った通り、動画内でやるのは、ね。さて、いよいよ塔に着いたわけだけど、注意することとかある？
行ってどうにかなるとも思えないけど、大型の敵がたくさん出るわ。あ、それと、マリサの苦手な、ギリジャンが一箇所あるわ。大型の敵はともかく、ギリジャンについては、任せておくんだぜ。なんだか自信満々ね。夜も寝ないで昼寝して、新必殺技の名前を考えたからな。名前？こういうのは、気分だからさ。ところで、このカニみたいなのは、ボスなのかな？大型雑魚って言った方がいいと思うわ。ボスの曲が流れるような登場をしないからね。でも、油断は禁物よ。うっかり触ると、ダメージ大きいもの。いやぁ、こういうカニっぽいのって、なんとなくボスっぽいイメージがあったからさ。私に気を使ってくれるのは嬉しいけど、似てるって言ったら、こっちでしょ？なんだ、霊夢も知ってたのか。ふふん、ナウナヤングにバカウケの、最新コンテンツくらい、抑えておかないとね。その言い回しはどうかと思うけど、さすがは霊夢、勉強熱心なんだぜ。さて、ギリジャンだけど、ふふふ、この一回で決める。行くぞ、ちょうど9王に。やったねマリサ、明日はホームランだじゃーんぷ。ああ、この後、さらに3回落っこちたので、カット。うわーん、何回落ちたかまで、言わなくたっていいじゃないか。あ、ごめん。つい、うっかり。どうしよう、思ったよりへこんでたのね。そうだ、とっておきのひよこまんじゅうをあげるわ、だから、ね。許す。よーし、頑張っちゃうぞ。本当にごめんね。許してもらえて、嬉しいわ。むむー、こいつとの2連戦はきっついな。いや、帰りも入れると3連戦か。そうなのよ。でも、帰り道は、来る時より短いから。ここさえ抜ければ、きっと大丈夫。ところで霊夢、今手に入れた、ペンダントって、どんな効果があるんだ？攻撃力が、上がる。らしいわ。らしいってなんだよ。いやねー。上がるって言われてはいるんだけど、上がり方が小さいのか、それとも、全く上がってないのか。とにかく、効果を実感できないのよ。残念なアイテムだな。スルーしても大丈夫なアイテムだったかどうか、思い出せなくて。それで、仕方なく取りに来た。ってのが正直なところなのよ。そうだったのか。まあ、いいんじゃないか。この先に進んでから、やっぱり必要でしたじゃ、めんどくさくっていけないんだぜ。そうね。マリサの言う通りだわ。最速クリアを目指すとか、そういうものじゃないしね。ああ。私にはそんなかっこいいプレイ、無理だからね。この、ギリジャン失敗に定評がある、ゆっくりマリサには。ね、ウェーン。ちょ、自分で言って、泣かないでよ。もう、仕方ないわねー。もうすぐ次の街だし、そしたら挨拶しなきゃでしょ？泣いてたら、挨拶できないじゃない。うん。ぐす。頑張る。あ、霊夢。なーに？鼻。出た。あはは、マリサったら。ほら、チンして。ブリリー。はい、綺麗になったわよ。ありがとう、霊夢。うん？あれ？うまくはしごから降りられない。あらあら。あ、いけた。一瞬、どうなることかと思ったよ。それじゃあ、パスワードを取りましょ。と、言ったところで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。さて、前回に引き続き、霧のエリアを探索することになるわけだけど。ふむふむ？何か心配事でもあるのか？うん。目指す目的地までが、結構長いのよ。なんだ、そんなことか。あら、随分余裕なのね。余裕ってわけじゃないよ。ただ、今までだって、決して短い道のりじゃなかっただろ？それはそうだけど、だいぶ慣れてきたってことかしら？そうかもね。とにかく、始める前から緊張するのが悪い癖だったから、できるだけポジティブに行こうと思ってるんだよ。いいじゃない、その意気よ。あら、落ちちゃった。おっかしいなぁ、なんで落ちたんだろう。またかよ、もう。でも、ま、いいか。今度こそ、へぇ、なんだか、落ち着いてるのね。そうか？まあ、前回取り乱して、随分恥ずかしいところ見せちゃったからな。この程度の失敗は、もう怖くないんだぜ。
ふふ、それじゃあ張り切っていきましょ。今回は、ドワーフが祀っている隕石の一つ、かっこ多分、を取りに行くのが目的よ。多分ってなんだよ。そこは隕石、でいいんじゃないか？取らないと先に進めないアイテムだし、間違いないとは思うんだけど。名前がブラックオニキスなのよね。それで、多分、か。実際にあるブラックオニキスは、隕石と何の関係もないもんな。と、ここで魔法を買っていきましょ。一瞬、随分変なところに、道場建てたんだなーって思ったけど。霧と、ドワーフたちがなければ、町からちょっと離れただけの場所なんだな。そうね。特に、攻撃の魔法なんて扱っているんですもの、町から離れたところに建てようと思っても、不思議じゃないわよね。で、話を隕石に戻すけど、別に、ゲームと現実をごっちゃにする気はないのよ。ただ、ドワーフの祀っている隕石ってのが、前回取ったペンダントのことなのか、それとも、今回取りに行くブラックオニキスのことなのか、いまいちはっきりしてなくて。だから、名言を避ける意味で、多分ってつけざるを得ないのよ。まあ、あれだ。結局、両方取るわけだし、水が毒で汚染されることはなくなるわけで。どっちが隕石か？なんて決めなくてもいいよな。そういうこと。それにしても、今のところ楽に進めているわね。心配して損しちゃった。回復アイテムを出す敵が多いからね。おかげで、あんまり長く感じないで済んでるんだぜ。回復薬も使ってないし、体力的に不安はないけど。穴に落ちると、派手に戻されるから気をつけてね。え？そうなのか？は、大丈夫、全然大丈夫、やべえ、落ちたらどうしよう。あ、ごめん、マリサ。落ち着いて、落ち着いて、ね。だ、大丈夫だ、問題ない。そんな旬の過ぎた死亡フラグまで立てて。ああ、もう。私ってばどうしてこう、余計なこと言っちゃうのかしら。あ、ほら。霊夢、ここまで落ちずに来れたんだぜ。思ったより簡単だったし。すごいわマリサ。変なこと言って、ごめんね。は、だから、大丈夫って言っただろ。ああ、落ちなくて本当によかった。落ちてたら、きっと霊夢は自分を責めて、傷ついてたんだぜ。で、落ちたらダメなところは、過ぎたかな？そうね、派手に戻されるところは終わったわ。あとは、塔を目指して進むだけよ。そうか。だったら、塔に入った後のことを考えてればいいってわけだ。さすがにそれは、気が早すぎると思うんだけど。あ、そか。そうだよな、気が緩みすぎて、大きなダメージを食らったら困るもんな。いやー、失敗。まあ、でも、少し話しちゃうと、構造自体は単純で、迷うことはないところよ。ほぼ一本道を行って戻るだけ。ただ、途中に大型の敵が出るから、下手をすると一遍に体力を失う羽目になるし、初めて出会うボスキャラもいるから、決して簡単な場所じゃないわね。じゃあ、回復薬の装備を、忘れないようにしないとな。そして、それを、惜しみなく使うってことも大事よ。何しろ、ここの敵は、どれも攻撃力が高いからね。まだ大丈夫は、もう危ない。これを意識していかないと、泣きを見ることになるわ。ふ、そこのところは、町内、回復や早飲み選手権チャンピオン、ゆっくりマリサにお任せなんだぜ。それ、マリサが一人でやってた大会じゃない。どうやったら、チャンピオン以外になれるのよ。もう、言わなきゃ視聴者の皆さんに、マリサすごいって、言ってもらえたかもしれないのに。そういうのって、あんまり良くないと思うんだけど。っていうか、その大会って需要あるわけ？え、あるよ。何とは言わないけど。世の中には、攻撃や回避よりも、回復薬をガブ飲みするスキルが重要なゲームだってあるもん。でも、ごめん。ちょっと、見栄を張りたくなっただけなんだ。ふ、ちゃんとごめんなさいできたから、許してあげるわ。さあ、そしたら、オイルの効果が切れる前に、進めるだけ進んじゃいましょ。視聴者の皆さんにも、変な見え張って、本当にごめんなさい。それにしても、いいところで効果切れちゃうものね。まあ、ボスとの戦いだからな。
ても、はしご降りるまで持って欲しかったってのは、本音なんだぜ。はしごを登り降りしてるときは、基本的に無防備だもんね。途中で飛び降りられるなら、もう少し楽だったと思うんだけど。うん。ここをノーダメージで抜けようと思ったら、ウィンズブーツを用意しないとダメかもな。まあ、お渡し機でやってるわけじゃないから、そこまで神経質になる必要もないけど。ブラックオニキスさえ、手に入ればいいんだものね。で、このブラックオニキスには、どんな効果があるんだ？これが、隕石で、毒の元だとしたら、あんまりいいイメージないんだけど。ところがどっこい。持ってるだけで、敵から受けるダメージが軽減されるという、素晴らしい一品なのよ。ふむ。口から入ると体に悪いのに、持っているだけなら身を守ってくれるのか。なんだか、ほら、携帯用の蚊取り剤ってあるじゃん。どこでもなんとかとかそういう感じの、あれみたいだな。なんとなくわかるけど、そう言われると、ありがたみが下がったような。そんなことないだろ。蚊に刺されるのって、ものすごく嫌だもん。それを防いでくれるんだから、ありがたいよ。いやいやいや、そういうことじゃなくって。魔法的で、不思議な力で守られてるって感じから、一気に、日常的なものに変わっちゃったなって。でも、そうね、ある SF 作家が言ってたものね。十分に発達した科学は、魔法と区別がつかないって。と、一旦町に戻って、さらに、次の町を目指すわけだけど、基本、同じ道だから、加速させてもらうわね。ミュージック、スタート。ちょ、また。ふふふ、このチャンスを狙っていたのよ。しかも、今度は通常の3倍のスピードよ。って、マリサ、何してるの？町なんか戻らなくたって、ここを渡れば早いんじゃないか。ああ、鮮やかに決めてみせようと思ったのに。あのね、マリサ、今のとこ、ジャンプじゃ絶対渡れないわよ。ええー、そうだったのか。下ルートで渡ろうとする人を、穴に落とす罠なのよ。今回は、帰り道だったからよかったけど、ウプ主が初見の時には、ものの見事に、息で落ちたらしいわ。息で落ちたって、それってつまり。そう、振り出しに戻るってやつね。うわぁ、悲しい話だなぁ。わかってしまえば、通らなければ済む話だし。そもそも、あんまり通りたいような道じゃないから。引っかかる方が悪いといえば、そうかもしれないけどね。足場、ちっちゃいもんね。私だって、帰りだからチャレンジしてみようと思ったけど、息にやりたくはないんだぜ。それじゃあ、ここで鍵をもらって、次の街を目指しましょ。このおじさん、こんなところに、一人で住んでるってことは、きっと、門番か何かのお仕事なんだろうな。家の前まで、ドワーフが来ている状況で、少しでも、ドワーフの侵入を食い止めるために、頑張っているんだわ。しまった。なんで、回復薬を飲んじまったんだ？なんで、って言われても、そうねー。喉が渇いた、とか？使ってしまったものは仕方ない、諦めて先に進むんだぜ。一個くらい、なんでもないもんね。どの道、次の町に着いたら、稼ぎを入れなきゃだし。その時に、買い足しといてあげるわよ。ありがとう。でも、と思ったけど、回復薬って美味しいのかな？回復薬っていうくらいだし、薬っぽい味なんじゃないかしら？栄養ドリンクみたいな。ああ、あれって美味しいよな。なんかこう、力がみなぎってくる感じがするんだぜ。でも、実は、飲み薬じゃなかったりして。そんな。だって、このゲームの回復薬って、レッドポーションでしょ？赤い液体で、傷に効くって言ったら、どうしても、マーキュロクロム液、通称、赤チンを思い出しちゃうもの。なるほどな。ゲーム内の表記も、飲んだ、じゃなくて、使った、だもんな。あ、もちろんこれは、私の想像よ。公式設定がどうなってるかは、ちょっとわからないから、あんまり本気にしないでね。ははわかってるよ。って、ぐげげ。なんだこりゃ。見た通りの、毒、よ。これの面白いところは、取った時に、触れてしまった、って表示されるところよね。いろんなゲームで、毒のアイテムが出てくるけど、
なんで、わざわざ飲んでしまうのかと思ってたのよ。でも、これを見て疑問が解けたわ。触っただけで、良くないものだったのよ。疑問が解けたのはおめでとう。でも、面白くなんかないやい。ダメージ受けるのは悲しいよ。あそこの毒は、回避が難しいから仕方ないのよ。と、言ったところで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。さて、いよいよこのゲームも後半戦。これまでの戦いで、毒に汚染された泉を蘇らせ、その毒の元だった隕石の奪取に成功したわけだけど、今回はドワーフの本国に乗り込み、戦いを終わらせるための準備に取り掛かることになるわ。今までのが守りの戦いだったとするなら、これからは攻めの戦いになるってわけだな。そういうこと。そのために、まずはこのエリアに隠された、二つの防具、バトルスーツと、バトルヘルメットを手に入れなければならないわ。それって、ボスが守っているのか？そうね。まあ、特別な相手でもないし、新しい武器もある。回復薬だって買ってあるから、それほど恐れることはないと思うわ。ふふふ、これはいいことを聞いたんだぜ。だいぶ、気楽になったかしら？もちろんさ。何しろ、ボスを一体倒すたびに、防具が手に入って楽になるんだろ？稼ぎも入れずに、パワーアップできるなんて、美味しいんだぜ。マリサ。喜んでるところ悪いんだけど、今回手に入る二つの防具は、今のままでは装備できないのよ。そうなのか？ごめんね。マリサ、先に言うべきだったわ。二つの防具は、次回手に入れることになる。剣を加えた3個セットじゃないと、装備できないのよ。ガガーン。そう、だったのか。でも、霊夢が謝ることはないんだぜ。どの道装備できないなら、同じなんだからな。ありがとう、マリサ。しっかし、ぴょんぴょん飛び跳ねて厄介だったな。前回戦った時だって、別に楽勝だったわけじゃないけどさ。前回は、途中からパターン入ってたもんね。結果だけ見れば同じでも、苦戦した印象になるのは仕方ないことだわ。そういえば、前回使った回復薬も、2本だったな。ところで、ヘルメットって、どこに装備するんだ？頭でしょ？いや、これは、言い方が悪かったな。主人公の装備って、武器、鎧、盾、の3箇所だろ？頭防具って概念がないからさ、どうするんだろうって思ったんだよ。ああ、そういうことね。バトルヘルメットは、ゲーム上、盾に分類されるわ。盾とヘルメットが、同時に装備できないってのは不満を感じるし。何より、このヘルメット、かなりの謎アイテムなんだけど。謎アイテム？魔法を防ぐんじゃないのか？そのはずなんだけど、全く効果を実感できないのよ。まあ、バトルスーツの防御力が優秀だから、困ることはないし、特別な装備ってことで、納得するしかないわね。古いゲームだし、ここで文句を言っても始まらないからな。そうね。それじゃあ、次の街を目指しましょう。次の街に着いたら、パスワードを取って、ちょっとコントローラー貸してもらうわね。うん？何かあるのか？特別なことじゃないわ。街で売っている、ゲルトの魔法が欲しいから、稼ぎを入れようと思っているだけよ。おお、霊夢。いつもすまないねー。マリサ、それは言わない約束でしょ？って、どこの時代劇コントよ。はは、冗談めかして言っちゃったけど、感謝してるのは本当なんだぜ。あらあら、どういたしまして。でね、ゲルトの魔法なんだけど、軌道が特殊で当てにくいし、魔力の消費も大きいから、お世辞にも、使いやすいとは言えない魔法なのよ。それじゃあ、わざわざ買わなくてもいいんじゃないのか？稼ぎ入れるんだって、手間がかかるんだしさ。ところがね、攻撃力は、その欠点を補ってあまりあるほど強力なのよ。最後の戦いに向けて、ぜひ抑えたい一品ね。突き落とされたー。しかも、慌てて、さらに自分から飛び降りちまった。ここから上に戻るのって、ちょっとだけ難しいけど、抜けてしまえば、あとは簡単だから、落ち着いていきましょ。ぐぬぬぬぬぬ。
十字キーの上を、ちょんちょんって叩くようにすると、敵の方を向くことがあるから。そこで攻撃するとなんとかなるわ。ウェーン。うまくいかないよ。ぐすん、ぐすん。できたじゃない？あ、ほんとだ。へへい。ああ、よかった。それじゃあ、先に進みましょ。町に着いたら、私が稼いでる間、休憩がてら、アイスでも食べてるといいわ。いいのか？いいのいいの。私は今食べてるから。実況中に何やってるんだよ。でも、美味しそうだな。うん、とっても。暑い時には、やっぱりアイスよねー。よーし。アイスのためにも、頑張って進んじゃうんだぜ。ふふふ、マリサったら、食いしん坊さんね。はは、それは霊夢も同じだろ？うん、もちろん。お腹が減ったら、実況できないもんね。さて、私は食べ終わったから、いつでも買われるわよ。なんなら、今買わってもいいけど？あと少しだからいいよ。動画中は、私がプレイするって決めたんだからさ。そうだったわね。ごめん。街に着いたところで、いろんなのがあるから、好きなのを選んでいいみたいよ。わーい。せっかくだから、ガリガリっとした、ソーダ味のアイスを選ぶんだぜ。あ、イスー、あ、イスー。おお、ソーダ味うめえ。さて、休憩もできたところで、隠された鎧、バトルスーツを取りに行きましょ。おうよ。アイスも食べたし気合十分。今なら、何でも来いって気分なんだぜ。ふふ、頼もしいわね。それに、バトルスーツがある場所への道は、それほど難しくないから。きっと、楽勝よ。って、そっちじゃないわよ。ここで視聴者の皆さんに、ウプ主からの、お知らせと謝罪がございます。今、一瞬映りましたが、こちらのアイテム、マジカルロッドと呼ばれるもので、魔法の攻撃力を上昇させる効果がございます。ところが、ウプ主は、このアイテムの存在を、完全に失念していたため、霊夢さん、マリサさんに教えることができませんでした。そのために、二人はこのアイテムをスルー、今後も取りに行くことはありませんでした。すべては、ウプ主の責任。霊夢さん、マリサさんに、その責任はございません。どうか二人を責めないであげてください。そして、この度の不手際を、深く謝罪いたします。本当に、申し訳ございませんでした。なあ、霊夢。今、誰かいなかったか？うん。それになんだか、私たちの出番を、がっつり持っていかれたような気がするわ。まあ、とにかく、バトルスーツは手に入ったんだし、これからのことを考えるんだぜ。そうね。そしたら、一旦町に戻って、補給をしましょ。その後で、一つ前の町に戻ることになるわ。そっちに、ドワーフの国への道があるのか？じゃなくて、業界の神父さんが、ドワーフの国に入るための、鍵となるアイテムを持っているのよ。なるほど、それをもらいに行くってことか。うん。ただ、同じ道だから。行きは加速、帰りはカットさせてもらおうと思うの。ふんふん。いいんじゃないか？それじゃあ、さっき苦労したところも抜けられたし、早いとこ、町に戻るんだぜ。そういえば、あっけなく突破したわね。霊夢が教えてくれたことを、丁寧に実行しただけさ。不意に落ちたわけじゃないから、焦ってもいなかったしね。まあ、不意の事態に対処できれば、もっといいんだけど。それが私には、なかなか難しくってなぁ。少しずつできるようになればいいのよ。今回、覚えたことを、すぐに実行できただけでも、十分立派だと私は思うの。うん、頑張るんだぜ。そして、かっこいいところをみんなに見てもらうんだ。もう、マリサったら。それがダメなんだって、何度も言ってるじゃない。あ、いけね。えへへへ。さて、そしたら、加速するわね。おお、なんだか、運動会みたいだな。ふふふ、楽しくっていいでしょ？まあ、このゲームに合ってるのか？って言われたら、ちょっとだけ困っちゃうけど。
ははは、何を今さら。それより、もうすぐ着くんだぜ。あら、3倍速とはいえ、思ったより早いわね。これで、いよいよ、ドワーフの国への道が、開かれるんだな。そういうことになるわね。旅の終わり、最後の戦いの時が来る。どんな敵が待ち受けているのか、不安もあるけど、きっと勝ってみせるんだぜ。私も、できる限りのサポートをさせてもらうわ。頑張ってね、マリサ。うん、ありがとう。すっごく心強いよ。と、言ったところで今回はここまで。次回は、先ほどの街に戻ったところから始めようと思います。ご視聴、ありがとうございました。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さて、いよいよ、ドワーフの国に乗り込むことになるわけだけど。うん？心配してくれてるのか？ちょっとだけね。ありがとう、霊夢。でも、大丈夫。せっかくここまで来たんだ。何があっても、最後までやり遂げてみせるんだぜ。それを聞いて安心したわ。ふふ、どうやら余計な心配だったみたいね。それじゃあ、ドワーフ本国にある町を目指していきましょう。なあ、霊夢。その町って、一体何が住んでいるんだ？やっぱり、ドワーフか？多分、エルフね。外見で判断するのも、どうかとは思うんだけど、これまでの町にいた人たちと、見た目が変わらないのよ。危ないところに住んでるんだなぁ。大丈夫なのか？安全ではないでしょうね。町の規模から言って、多くの人が町を捨てて、よそへ逃げたんじゃないかしら。昔は、エルフとドワーフが、仲良く暮らす町だったのかもな。ドワーフがエルフを攻撃しているのだって、隕石のせいでおかしくなったからだもんな。きっとそうね。もともと敵対してたんなら、こんなところに町を作ろうなんて、思わないはずだもの。ただ、今となっては、ドアを通るにも、特別なアイテムが必要なわけで、逃げなかったのか、逃げられなかったのかはわからないけど、あの町で暮らすしかない、そういう人たちなんでしょうね。もしかすると、家族や友達なんかと、離れ離れになっちまった人なんかも、いるかもしれないな。怖い話ね。うん。例えば、もし、私が霊夢と、離れ離れになるようなことがあったとしたら、やだよー。ちょ、もう、マリサったら、変なこと想像して泣かないでよ。そんなこと、あるわけないじゃない。あ、えへへ。そうだった。つい、感情移入しちまったんだぜ。ふふ、でも、そんな風に思ってくれるのは嬉しいわ。さあ、行きましょ。ドラゴンスレイヤーは、この奥よ。おうよ。ところで、ドラゴンスレイヤーってさ、うん、なーに？かっこいい名前だよな。なんていうか、こう、私の中の、中二魂が燃え上がるような、そんな響きがあるんだぜ。何かと思えばそんなこと。まあ、王道といえば王道だし、気持ちはわかるけどね。名前がかっこいいと、やる気が違ってくるんだぜ。もっとも、かっこ悪かったからって、やる気がなくなったりはしないけどさ。このゲームの場合、選択の余地はないから、かっこいい名前がついてて、よかったわね。うん。早く欲しいんだぜ。だからって、焦っちゃダメよ。ドラゴンスレイヤーを持っているボスは、おそらく、このゲームで最強。一瞬の油断が死を招く、危険な相手だからね。強い武器を手に入れるためには、強い敵を倒さなきゃならないってわけか。少し怖いけど、なーに、やってやるさ。今の私は、燃え上がる中二魂の力で、邪眼が解放されそうな気分だからな。ノリノリすぎて、不安を感じたけど、回復も忘れていないみたいだし、なんとかなりそうね。こんなところで、負けたくはないからね。まったく、飛び回るわ、火を吐くわ。好き放題やってくれるんだぜ。なんか、チャンスみたいよ。おお、やった。ついに、念願のドラゴンスレイヤーを手に入れたぞ。おめでとう、マリサ。いやー、なんだか、うまくハマってくれたなー。そしたら、最後のキーアイテムを、もらいに行くわよ。おっと、そうだったな。ドラゴンスレイヤーを手に入れた嬉しさで、危うく忘れるところだったんだぜ。あ
あらあら。行ってみてよかったわ。忘れて城から出ちゃったら、取りに戻るのは大変だもの。でも、こんな敵の城の中に、協力者がいるなんてね。まあ、話を聞いてみましょ。きっと、納得できるはずよ。ドラゴンスレイヤーを守った？いつの日か、怪物となってしまった自分を、倒せるほどの勇者が現れることを、信じて待っていた。その勇者に、ドラゴンスレイヤーを託すためにね。それって、つまり、この主人公は、エルフたちだけじゃなくって、ドワーフたちにとっても、最後の希望だったのか。今の神父さんが、エルフなのかドワーフなのかは、ちょっとわからないけど、こんな場所にいて、殺されずにいたってのも、ドワーフたち自身、うすうすそのことに、気づいていたからなんじゃないかしら？隕石の毒に侵され、体は変化し、心が狂ってしまっても、わずかな希望を信じて、自分の中の狂気と、戦っていたのかもしれないな。うん、少なくとも、私はそう思うわ。これは、ますます責任重大になっちまったな。今まで死んでいったドワーフたちのため、そして、これから倒さなきゃならないドワーフたちのため、最後の戦いは、絶対負けられないんだぜ。いつもだったら、気負いすぎちゃダメよ。って、言うところだけど、今回ばかりは仕方ないわよね。こんな時に言うのもなんだけどさ、ゲームだと、よくある光景なのかもしれないけど、地下に広がる洞窟に、こうして大きな建物が建っているのを見ると、なんだか、ワクワクしてくるんだぜ。現実には、なかなかお目にかかれない光景だもんね。ファンタジーな世界のお話なんだって、実感できる瞬間でもあるわ。だよな。もっとも、このゲームの場合、ずっと不思議な雰囲気だったって言われれば、そうなんだけどさ。多くの人々が暮らす大きな木。これって、世界樹なのかしら？その根元から始まって、幹を登り、霧を越え、枝を伝って、ここに至る。それらが、視覚的に表現されているからね。ほんと、美しい世界だったよな。でも、きっと、平和を取り戻せば、もっと美しい世界になるに違いないんだぜ。さて、そしたら、街に戻って、補給と、念のためにパスワードを取って、休憩しましょ。うん、そうだな。最後の戦い、万全の状態で挑みたいもんな。それにほら、パスワードを取ってからの再会って形なら、失敗した時に、取り直すのも簡単じゃない？そういう裏事情は、話さなくていいんだよ。ああ、もう恥ずかしい。でも、心遣い、ありがとう。私の腕だと、変にぐだることもあるからな。休憩もできたし、そろそろ行きましょう。あれ？なんか、おかしくないか？今、ハンドダガーが、2個あったような。うん、確かにあったわね。この現象、以前、うつ主がプレイした時にも起こったらしいんだけど、その時は、手書きでパスワードを取ってたから、うつし間違えたんだと思ってたらしいわ。でも、私たちは、デジカメでパスワード取ってるよな？間違えるはずないんだぜ。そうなのよね。他にも、こういうことが起こった人がいるのか、気になるところだけど。まあ、ハンドダガーが、2本になったからって、何かあるわけじゃないし。このまま進めましょ。ぶっちゃけ、今となっては、いらないアイテムだもんな。そういうこと。さて、決戦の地、要塞だけど、道順を知らないと、ひどく苦労することになる場所ね。マップが上下左右にループするだけじゃなく、ところによっては、全然違う場所に飛ばされたりするのよ。何それ怖い。うぷ主が、やけに道順を覚えるように言ってきてたのは、そういう理由があったからなのか。ここで迷ったら、ぐだるなんてもんじゃ、すまないからね。逆に、道順を覚えちゃえば、びっくりするほど短いんだけどね。あとは、ジャンプにさえ、失敗しなければ。ごめんね、マリサ。ウィングブーツが用意できればよかったんだけど、買い忘れちゃったのよ。
そんな、謝らないでくれよ。見たところギリジャンじゃないし、難しくはなさそうなんだぜ。ほらね。やったね、マリサ。今見えてる扉が、ラスボスの部屋への扉よ。ついに、ここまで来たわね。今こそ、戦いに決着をつけるとき。行くぞ。一瞬、この人も、隕石の被害者なのかもって、思ったけど。違うわね、自分の意志で、国王を怪物にしたんですものね。そうだな。だけど、その野望も、ここで終わり。これで、平和が戻るのね。さすがに、すぐに全てが元通りってわけには、いかないんだな。これだけのことがあったんですもの、仕方ないわ。でも、エルフの王様が、立派な人でよかったわね。平和への道は、相手を許すことから始まる。それを実践できるんだから、本当に大したものだよ。そして、国を救った栄光に、すがることなく旅に出る主人公。かっこいいんだぜ。と、言ったわけで、ゆっくり実況、ファザナドーは、今回で最終回となります。バーチャルコンソールでも、配信されているみたいだから、チャンスがあったら、ぜひ、プレイしてみてほしいんだぜ。それでは、最後になりますが、ここまでご覧いただいた、すべての視聴者の皆さんに、心より感謝いたします。ご視聴、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。